おぎやはぎのギアキャン。今度は寝袋だね、これ。完全なそうでしょ、これは。どう見てもね。はい、それは寝袋です。これ寝袋だね。はい。スタンレーとまたちょっと違うブランドを一つご紹介させていただければなと思います。はいはいはい。これイギリスのブランドで、うん、それでスナグパックって読むんですけど。スナグパック。スナグパックね、うん、そのオウム貝みたいなのが一応アイコンのブランドになってます。これもなんか古そう。実は1977年そんなに古くないですよ、さっきの1913年に比べたら新しいよ。これも持っておるんですよ。でもなんかね、分厚いものでは軍で採用されてる寝袋とかも。すごい、本当はベースキャンプって書いてある。ブランドスリープシステム、はい、で今回はその軍用ではなく、そのキャンプにちょっと落とし込んだ商品のちょっと紹介をさせていただければなと、はい。ちなみに小木さんと矢作さん、あの寝袋ってシーズンがあるのってご存知ですか？シーズン、春夏用とか秋冬用。ああそういうのがあるのね。確かにめちゃくちゃ、はい、あの真冬の氷点下でも寝れる、はい、寝袋があるっていうのは知ってます。うん、なんか聞いたことある。はい、それで寝るとちょっとした秋ぐらいだと暑くて眠れないって聞いたことある。はい、うん。そうですね。そ, でそのまあ春夏だったり秋冬とか、まあいわゆる3シーズンって言われるものが結構多いんですけど、うん、なあの春夏秋とか、うん、で秋冬春みたいな。あ、これが実はありそうでなかった、うん、その2つをドッキングした商品になりまして、うん、オールシーズン。はい、実は寝袋の中に寝袋がついているという仕組みで、二重寝袋みたいな形になってまして、それは取り外しができる。そうです、そうです、取り外しができて、中についているものが秋冬春用という形で、外側についているものが、まあ、春夏で、この中に入ってしまえば一番厳冬期と呼ばれるような冬場でも使えますよという。ダブルで入ってるから、はい、なので今度は暑苦しいなと思ったら中を取っていただいてとか、中だけで着ていただいてとか。ほら、洋服だとアウターでよくあるじゃない、中ね、取り外してとか。でもこれじゃなかったんだ。そう、今までやっぱり一つの寝袋で完結されることはあったんですけど、そうやって二つ、そんな美味しいなみたいなアイテムはありそうでなかったので、そっか、今回、はい。だ、今まで2つなきゃいけなかったのが1個で済むってことでしょ、ね、そうです、そうです。まあ、中に入っていただいたりとか、ここに寝転んでいただいたりとか、下も一番、これもう下まで、下まで行くんで、こっちまで行くので、うん、まあ、広げて、広げて寝ていただけますし、あの封筒型って言われる形に下はなってるんですけど、はい、頭元はちゃんとマミー型っていう覆われる仕様になってますので、この辺が寒いからね、こうやって、そうそうそう、枕が必要ない状態で寝ていただきます。で、まあ、この中綿も結構膨らみが強いので、でね、ちょっとしたクッションというか、下に引くようなっていう使い方もできますし、なるほどね、座布団代わりにみたいな形にしてもらったりとかも。ちょっとね、これってさ、入るときはさ、どうやって入るの？このどこに入るの？これ入るときはここに入っていただいて、ここ、はい、ここが一番あったかいところね。そうですね、そのオリーブのとこが一番あったかいですね。ここに挟まれるんだね。そうです、一番下行っちゃって意味ないんだね。はい、どのぐらいあったかいのか入ってみたいな。あ、どうぞどうぞ、入ってみてください。ちょっと大きいのか、比較的大きいですね。身長は全長でありますね、2メーターの、はい、じゃあ190センチの人も大丈夫なんだ。190センチの人でも大丈夫です。確かにイギリス人大きいからな。そうですね、入り込んでいただいて、どこに足があるか分からないから、すげえ肺がでかい、すげえでかい人間に見えたここまで入れるよ。全然足余ってるもんだって。余ってんの、ここまで来てんのかと思って余ってる、すげえな、はい、うん、入り込んでしまうとかなり。ああ、これ何、真冬この中で、はい、いや、それは今あったかいよ。でも真冬にこれであったかいんだ。どんどん自分の熱がこんなこもってるんですよ。そうですね、こもりやすいですし、だから真冬に入ってみたかった。確かに今入ってもよく分からない。分からないよね、それは。そうですね、うん、真冬に入って、うえ、こんな寒いの、これ全然寒くないよって言いたかった。
今夏じゃん。真冬で一回寝てみたいよな、これを。寝てみたいよね。夜をちゃんと越したい。今度あの暑いなって時は足出せますんで。あ、ちゃんと下側を足だけ。最高。あるこんな。いや俺足出すの好きだから。確かに足が熱持ってっから、ね。そう。俺ね足にすごい熱持つから。そう。うるさいんだから、ね。足がこもっちゃうとかが嫌だ。これ最高。でもさ俺こういうの全然見当つかないんだけどさ、はい、買ったことないからね。俺もね一回もない。でそういうお店で値札も見たことない。はい。確かに値段の。で布団って高いとき高いじゃん、高いもん、高い、高い、でこうやって真冬も行けるやつでしょ。はい、真冬も行けます。だって羽毛でしょ、違うの、綿、これは綿ですね、中綿、洗濯機とかでも洗える、洗えるんだ、すごいな、どのぐらいなのこれ、見当もつかない、確かに、20万ぐらい、そんなにしないです、えいやでも俺らそのぐらいの考え、19だじゃん、19万、19万、惜しいです、17だ、17、13,800、安っ安っ、そんな安いのに冬越せんの、はい、はい、ものすごいものじゃない、はい、でまあ春でも使えますし、その中取っていただいて、だってめちゃくちゃ暖かいさ、冬を越すダウンジャケット、そう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 、あれ15万とか20万とかするんだよ、はい、それなのにこう寝れるぐらい暖かいのが1枚かなの、はい、冬場で寝心地も良くてよ、だってこんなのフォワフォワして、クッショニングもあってあったでしょ、今までの寝袋とちょっと違うんだよな、はい、すっげえいいじゃん、冬場のものってまあまあ一応冬なんでかなり大きさは大きくなっちゃうんですけど、うん、そんなにあのいや大きい大きい、そんなに大きいよ、重たさはそんなにめっちゃ全然あ超軽いんだ、そうだもん、ああ、なるほどね、それ続けてだって布団より軽いんだから、こんなのさ、あれじゃない、お客さん用によくお尻に布団入ってんじゃんこれの方がいいよ、これの方が確かに、これ置いといた方が、はい、どの季節もでも、ね、はい、対応できると思いますので、で洗濯で洗えるんでしょ、洗濯機、洗濯機で洗えます、へえ、確かにいいよ、軽いし、コインランドリー行かなきゃダメだけどな、こんな大きいの入んない、確かに、あ素晴らしい、いい、うん、ありがとうございます、あと棒をこうやって出してもらって、はい、棒出しの裏をグリグリやりたいんだよね棒出ねえかな、出ないよ